基本情報技術者略語ノックパート22基本情報技術者試験に出題される略語を勉強しましょう試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明をノック形式で何パターンも紹介します IP インターネットプロトコル。相手先のアドレス情報、IP アドレスを元にしてパケットを送信する機能。OSI オープンシステムズインターコネクション基本参照モデル。国際標準化機構によって作成されたコンピュータネットワークで利用されている多数のプロトコルについて。 それぞれの役割を分類し、明確化するためのモデル。FTTH, Fiber to the Home。光ファイバー回線を利用して、インターネットに接続する方法。RFID, Radio Frequency Identification。近距離の無線通信を用いて、 ID 情報などのデータを記録した専用タグと非接触による情報のやり取りをする技術の総称。IPA インフォメーションテクノロジープロモーションエージェンシージャパン独立行政法人情報処理推進機構。日本の IT 国家戦略を技術面、人材面から支えるために設立された独立行政法人。 情報処理技術者試験を開催している。AES Advanced Encryption Standard2001 年にアメリカが標準の暗号方式として採用した共通鍵暗号方式。使用する鍵の長さは128,196,256ビットの中から選択できる。 DMZ, d ミリテライズドゾーンコンピュータネットワークにおいて外部ネットワークと内部ネットワークの中間に設けられるネットワークのこと内部ネットワークと外部ネットワークから DMZ に接続することは許容しながらも DMZ からは外部ネットワークだけに接続を許容している BYOD bring your own device. 従業員が個人保有の携帯用機器を職場に持ち込み、それを業務に使用すること。PCM、パルスコードモジュレーション。音声などのアナログ信号を標本化及び量子化を行いデジタル信号に変換する変調方式の一つ。ラジアス。 リモートオーセンティケーションダイヤルインユーザーサービス認証情報と認証手続き及び利用ログの記録アカウンティングをネットワーク上のサーバーに一元化することを目的としたシステム今回はここまで他の動画でも一緒に勉強しましょうチャンネル登録高評価 よろしくお願いします。また見てね。